皆さんこんにちは。お久しぶりです。になってしまいました。またまた、9月になってしまいます。今日8月の、最終日、31日です。股関節の体操をやっていきたいと思います。久しぶりに私自身も動くのですが、秋は、ちょっと腰痛持ちの方には注意、要注意という季節になってきます。夏から秋に季節が切り替わる時に、ぎっくり腰になりやすい、季節でもあるので、しっかりと股関節を使うことで腰痛の予防、または膝痛の予防や、姿勢改善にもつながりますので、準備体操のような動きから少しずつ何回かに分けてレッスンをしていきたいと思います。まずは、股関節のこの模型、こちらの骨盤から股関節がこの辺りから出てますよというイメージを持っていただいて、骨盤があって、結構ね、股関節ってこの横側とか大天使っていう、これか、この骨が股関節だと思ってる方がたまにいらっしゃるんですが、割とこの鼠径部側の辺りに臼関節がこうはまってるような感じでついております。で、肩関節と股関節はこの臼関節でいろんなこう角度に回るという関節になっていきますので、しっかりと本来動かせるべき関節は動かせる方向に可動域を、使って動かしていくことが大切になってきます。はい、では早速やっていきましょう。久しぶりに動くので、ちょっと体がバキバキの方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。私はそうです。腰が結構ね、朝とか固まりやすい、近頃なんですけれども、正座をした状態で腕を両手に伸ばし、両手を前に伸ばして、おでこは床につけたらついちゃっていいので、腰、背中、脇の下を息を吐きながら力を抜いて伸びていきましょう。体が固まってるなとか、眠りが浅いな、寝起きで体が硬いな、首、背中、腰が痛いなという時は、とにかく力を抜いて固まってるところを、呼吸と一緒にね、伸ばしていきましょう。はい、そしたら四つ這いになっていきます。今日は四つ這いの動きをメインにやっていこうかなと思います。まずは四つ這いのポジションの確認ですが、肩関節の下に手首、さっき言った股関節の下に膝がまっすぐ着地できるような状態ですね。で、長方形の形になっていきましょう。これがこう台形になったりとか、こう肩に、ね、重心が乗ったりとかすると、手首とか肩痛くなってきたりとか、どこかが痛くなってきますので、しっかり真下にポジションを取っていきましょう。で、手の感覚は肩の幅で、足の感覚はこの骨盤の幅という感じに、はい、ポジションを丁寧に取っていきます。で、ここでこのままお尻をかかとの方にストンストンと落としていきましょう。両手はついたまま、目線は1メートル先の床ぐらいを、見ておきましょう。ストンストンと、ただただ、力を入れることなくお尻をかかとの方についていくんですけれども、この時に、まあ、膝関節とこの股関節がしっかりと曲がって折りたたまっていきますよね。この折りたたまるというのが、とても大切。膝は意外 と、座ったり立ったりっていう時にこう稼働をしてるんですけど、股関節は何だろうな、こう和式トイレとかもなくなって、なかなかこうしゃがむ習性もその生活スタイルの中に減ってきたかなというふうに思うんですが、この折りたたまるという股関節の稼働がしっかりと取れてないと、腰の方でこう体を曲げてしゃがんだりとかしやすいので、例えば中腰になった時に足で踏ん張って股関節で支えるのではなくて、腰で支えて腰痛になったりしやすい
と、いうふうに言われています。そういう状況に、ならないように、ここが折りたたまるんだよっていうのをしっかりと体に覚えさせていきましょう。そしたらお尻の方にかかとを、かかとの方にお尻を落とした状態で、ちょっとゆっくり左右に動いてみましょう。平行に、この背骨がこう曲がったりしないように、自分の胴体の形を変えないまま、股関節をグリグリグリーと横、左と右にスライドしていくような感じです。ちょっとね、詰まりとか違和感がある方はゆっくりとやってみてください。痛みが出ない範囲で、手とすねはしっかりと床に着地をしておきましょう、そしたら真ん中で止まって、もう一度四つ這いに戻ります。今度は四つ這いの状態で床と背骨が平行を保ったまま、4つの、肩関節、股関節、4つの関節を通って大きく円を描いていきましょう。この時もなるべく背骨がぐねんぐねんと回っていかないように、背中はずっと床と平行で、背中のこの長方形の形を保ったまま4つの関節を通っていく。反対回しもゆっくり、4つの関節感じながら、このね、回る胴体を回すことで、しっかりこの関節、はまってる、さっき見た球体の関節がこうスライドして稼働をしていってますので、はい、これが関節をね、いろんな方向に今動かしているということになります。なんかどっか硬い、詰まってる、左右差がある、行きづらいとかっていうところがあれば、それも自分でこう認識していただけると、あ、ここのなんか右の肩ちょっと違和感あるなとか、股関節こっち側ちょっと硬くなってるなっていうのを自分の体をね、知るっていうこともとても大切ですので、はい、ちょっと自分の体を確認していきましょう。そしたら真ん中で止まります。次、左足から行こうかな、どっち足でも大丈夫ですが、お尻の真横に足をまっすぐと出していきましょう。ちょっと皆さんはそのままの体勢で大丈夫ですが、私が見えづらいのでこういう状態です。で、ポイントは、はい、親指のこの側面が床についている状態ですね。はい、で、この状態でさっきと同じお尻をかかとの方にストンストンと落としていきます。目線は斜め前、1メートル先の床を見つつ、はい、左足がお尻の真横に伸びている状態。今度は、左のこの伸ばしている足の内ももとか股関節付近の筋肉がちょっとね、いろんな角度でストレッチされるような感覚があるかなと思います。足の親指側の側面はなるべく床につけたまま行いましょう。はい、OK かしら。で、優しい体操をしてるんですけれども、これ全部一応ピラティスの動きをしています。今ピラティスの体操をしています。で、ピラティス中に大切なことは、お腹、腹筋を必ずずっとこう入れた状態で動くことです。どんなに優しい簡単な動きをしている時も、呼吸を止めずにお腹がこうへこんでる状態をキープしながら動いていきましょう。お腹がね、ちょっとこうタポンって風船のように膨らんでしまったりとか抜けたりしてると、動きの効率というか体操の効率が全然変わってきちゃうので、お腹をへこませたまま呼吸をするという、癖をね、自分の体にちゃんと覚え込ませてあげましょう。何度か10回ぐらいストーンストーンとやったら、今度は足交換します。左足戻して、右足同じようにお尻の真横に出したら、ストーンストーンとこの状態ですね。今度は右側の股関節周り、内ももあたりのこの付け根部分の筋肉とか関節周辺がちょ
ちょっとね、突っ張るような感じでストレッチされていくと思います。この辺、あの股関節とか内ももが硬くなっている方はもしかしたらちょっと痛いっていう風に感じるかもしれませんが、動きながらゆっくりとストレッチをしていくことで柔らかく、なっていきますので、ちょっと頑張って10回ぐらいやっていきましょう。呼吸も止めずに、お腹はぺちゃんこのまま、楽な呼吸でいいのでね。はい、なるべくと、あの体を、変な力みを、呼吸をしながら抜いて、お腹だけあの力を入れていることで肩の力は抜けやすくなってくるはずなので、今集中したいのはお腹をへこませていることで、感じたいのはこの右足、伸ばしている方の足の内ももとか股関節周りの、筋肉とか、ちょっとね、関節が動いている感じが感じられるといいですね。はい、では真ん中に戻ったら足を戻しましょう。反対側はそのまま向いていきます。そしたらちょっとレベルアップをしていきますが、今度股関節をこう伸展と折り曲げる屈曲伸展の動きをやっていきたいんですけど、ちょっと、運動量が上がりますので、無理のないように自分のペースで動いてみてください。まずはかかとで天井を押し上げていくような、かかとで天井を蹴り上げていくようなイメージです。この時に、注意しなきゃいけないのが、さっき言ったようにお腹がビヨンって抜けちゃうと腰で行ってしまうので、逆に腰が痛くなってしまいます。お腹でクッとね、背中のこの平行な背中、背骨をキープしてあげつつ、この股関節、鼠径部を伸ばしていくようなイメージで、かかとを真上にこう、この状態で足が真上に天井にこう押し上げていくようなイメージで、今度は折り曲げてきて、この膝をお腹の力で胸の方に寄せてくる。背中丸まっちゃってこの時は大丈夫なので、いけるところまで自分のペースでいいです。ちょっと丁寧にね、なるべくゆっくりとやってあげるといいかなというふうに思います。結構これはこの持ち上げる方のお尻の筋肉も使うし、何回かやってると支えてる方の、ついてる方の足のお尻の筋肉もとても使います。で、最初に言った四つ這いのポジション、肩の下に手首をしっかりと置いてないと肩痛くなっちゃうので、ちょっとね、肩痛いっていう方は少しお尻の方に体を移動させてあげて、休みつつやってみてください。5回ぐらいできれば十分かなと思いますが、チャレンジできる人は10回ぐらい往復で行ってみてください。はい、そしたら反対の足も同じようにやっていきましょう。で、さっき言ったようにお腹がペロンって抜けないのと同時に、この上げる、足を上げたいがために重心が右、今左足を私上げてますが、支えてる方の右側に重心がこう偏ってきちゃうとか、ぐねんとこう腰とか背骨が曲がってきちゃうと良くないので、まっすぐです。自分の軸はまっすぐ真ん中にキープをしたまま頑張って、お腹の力、お腹を薄くすることでしっかりと体幹が使えてきますので、ちょっと頑張って自分のペースで行ってみてください。鼠径部を伸ばす、そして折り曲げる、伸ばす、折り曲げる、その時にお尻の筋肉とっても使っていきます。股関節を安定させるのに、お尻の大きい筋肉を鍛えてあげるっていうのはとても大事なことになってきますので、今はその大きな筋肉を鍛えてる動きになっていきます。はい、10回ぐらいやったら休んでいきましょう。元に戻して、はい、最後に、もうワンラウンドレベルアップをしていきますが、今やった、伸展屈曲からさらに回していきましょう。最大の可動域で犬のおしっこするように真横から、さっき言ったように上、前、真横、上、前、真横、後ろか、前、真横、後ろ、
前この時も体幹がぐねんぐねんとぶれないようにしっかりお腹で真ん中をキープして、自分ができる回数だけで大丈夫です。3回から始めて5回で終わっても大丈夫です。反対の足もやってみましょう。反対の足がね、こうしっかりと股関節の下にポジションを、膝ついてあげて肩関節の下に手首しっかりと守っていきましょう。このポジションが結構大事になってくるので、結構これは本当に筋肉痛になるぐらい、お尻のかなりハードなトレーニングになっていきますので、ちょっとね難しいなという方は無理せずに、前後ろだけでも股関節を動かすというイメージだけでもいいので持ってあげるといいですね。はい、あと3回だけ頑張りましょう。3、後ろから横、2、後ろから横、1、後ろから横。はい、余裕のある方はこれ反対回しとかね、またね、今はどっちからやったっけ、後ろから横で反対回しから後ろから横、横から後ろっていう風にやってあげてもいいです。はい、私はもう限界なので、一旦もう一度最初と同じチャイルドポーズでお尻を今度は伸ばしていきましょう。呼吸を整えて、肩が痛くなったなっていう方は肩周りもしっかりと伸びていきましょう。力を抜いて深呼吸していきます。鼻から吸って、口から吐く息で脱力しましょう。もう一度鼻から吸って、口から吐く息でゆっくりと起き上がっていきましょう。はい、今日は久しぶりだったのにも変わらず、最後なぜかすごい筋トレをして熱くなってしまいました。股関節すごく奥深くて、私的にもすごく課題を感じている箇所なので、何度かに分けて、レッスンまた配信させていただきますので、ぜひやってみてください。